この動画には、以下の成分が含まれます。苦手な方はご注意ください。ハートを磨くじゃない。綺麗に磨くじゃない。今より誰より輝いて、認めてやる。やるじゃん、なかなかやるじゃん、やるじゃん、あいつ。バチバチと火花、飛ばしてみるか。が振り向いた時勝負はついた。恋の始まりとは知らずに落ちていた。なんて不思議な目をするんだベイビー、 ベイビー、まるで全て僕の全てお見通しだけど。オープニングも作ったところで、早速やっていきましょう。ほんと今時の子が知らないような選曲したなお前。まあ自分も本編あまり覚えてないんだけどね。というわけで今回使うパーティーはこちら。グレイシア、バクガメス、ヤドラン、マホイップ、ドリューズにポリゴンゼット。なんかよくわからないパーティーだな。今回のパーティーは、サイクルも対面もできるオールラウンダー型。それぞれ一匹ずつに得意分野があるから、相手に応じて柔軟に動くことができるのよね。特に注目したいのはバクガメス。この子は正直もっと流行ってもいいと思ってるわ。炎、ドラゴンという優秀なタイプを持ってるのはもちろん、B135 という優秀な種族値、クリアボディによる事故防止、鉄壁によるつませ性能といいところを挙げていけばキリがないわ。タイプ的に環境上位のエースバーンやゴリランダーに強いのもグッド。とか言ってたら対戦相手が見つかったみたいだぞ。はい、相手のポケモンは、ウーラオス、ゴリランダー、マタドガス、ジバコイル、ギャラドス、パッチラゴンね。よし、グレイシアぶっ刺さってる。これは先発でいけそうだな。あとはジバコイルがいるのでドリューズ、ゴリラ、ウーラオス対策にバクガメスでいこうかな。この選出だとちょっとギャラドスが重そうだけど果たして。それではお相手さん、対戦よろしくお願いします。相手の初手はウーラオス。これは一撃の型みたいですね。よし、いい対面ですね。タイプ相性見てますか？ここは突っ込んでくると思うのでそのまま冷凍ビームでいきます。H ぶりのグレイシアに対してハチマキ暗黒強打は乱数5割。ハチマキインファイトもよく伸びがあるのでしっかり耐えてくれますしね。ここで一番最悪なのが、トンボ返り。裏のジバコイルにでも回されると一気にめんどくさくなる。グレイシアの技範囲は氷、ゴースト、ノーマルぐらいですからね。簡単に止まるのが難点。7世代までは水の波動を覚えたんだけどな。正直な話、エースバーンに役割持てるから返してほしい。フリーズドライもらったんだから水の波動くらい安い出費だろ。まあ、そうですね。お相手結構悩んでるな。ここで仕留めたいけど果たして。暗黒強打もトンボ返りもなし。これならいけるぞ。うおうおう、よく飲み発動。そして当倍ぐらいだったら。このぐらいのダメージで抑えられるんだよな。さて、お相手のウーラオスは耐久が1段階下がりましたね。特殊耐久が貧弱な君にこの一撃が耐えられるかな。いくら当倍とはいえ、確定一発です。仮に相手がタスキだとしても返しの不意打ち耐えるんで、対ウーラオスはお手の物ですね。さて、次のポケモンは。キャラかパッチラゴンとかが罪の起点にしてきそうだな。そうなると結構面倒いが果たして。2体目はマタドガス。毒フェアリータイプの珍しいポケモンだな。特性は化学変化ガス。お互いの特性が無効になる特性だよ。ガラルマタドガスの S は60。ここで出てきたということは。多分、S に努力値を割いている。ここは引けないので突っ張るよ。相手の方が早い。大文字はさすがに耐えないよな。お疲れ様、グレイシア。ここは弱点をつけるドリューズから出してくよ。バクガメスはまだ取っておきたいしね。行っておいで、ドリューズ。さてこの場面、マタドガス交代してきそうなんだよね。交代先の候補としてはゴリランダーかギャラドス。とは言ってもマタドガスが居座って大文字をしてくる可能性も捨てきれない。ここはマタドガスにも後続にも通る相手を選択するよ。さあ、どうなる？お相手は交代。交換先は。ギャラドスか。まあ、すかされるよりはマシだからな。
特性は地震過剰。これならそこそこのダメージが通るはず。まあ、悪くないかな。地震過剰ってことは多分このギャラ、竜の舞持ってるよな。とりあえずタスキもあるし、ここは岩石封じを打ちますか。今回のドリューズは陽気最速だからここでダイジェットを打たれても平気だからな。そういえばギャラドスってエースバーンの影響でまた威嚇持ちが増えたんだっけ。そういえば、誰かがそんなこと言ってたな。まあ、エレキボール持ちエースバーンもいるみたいだけどね。多分ゲイフリもエレキボールが使われるとは思わなかっただろうな。あいつの C65 だしね。アシマリより C 低いのにな。前にヤドランがワンパンされたのはビビった。タイプ1と命の玉の恩恵だな。お相手はダイマックスなし。ってことは。竜の舞？さすがにそれは悠長じゃないかな。岩石封じで椅子を下げてるので竜舞されても抜けますしね。このドリューズ、よく岩石封じ外すけど大丈夫か？大丈夫大丈夫。もし外した時のためにちゃんと落ちは準備してあるから、爆破落ちじゃねえか。さあ、ここ、頼んだよ。よし、いい子だ。ギャラドス突破。これで相手はガラルマタドガスだけだね。その後、相手の降参で勝ちました。いや、その過程は？ちょっと録画がカクカクしだして。お互い大魔しただけなんで許して。あ、お相手さん。対戦ありがとうございました。というわけで今回はここまでになります。本当は2試合分の動画を作るつもりだったんですけど、忙しくて時間がなかった。ちなみになんで忙しいんだ？そりゃあレポートを書いたり、期末試験の勉強したり、イオリンのアーカイブ見たり。最後は勉強じゃないだろ。まあ、初心者なりに作ったロゴや、オープニングを早く見せたかったっていうのもありますね。正直編集技術もまだまだですが、皆さんに楽しんでもらえる動画作りを心がけたいと思います。あと、ポケモンの腕もですね。もともとフリマ勢だった私がランクマに潜るようになったのは、ブースター杯や最強実況者決定戦を見て、自分もこのようなバトルがしたいと思ったからです。真面目にレートを始めたのはこの世代からですが、先輩方に追いつけるよう頑張りたいと思います。さて、そろそろ一丁締めで動画を締めたいと思います。それでは皆様、お手を拝借。いよう。ポン。ご視聴、ありがとうございました。